今日は午後1時からスタートですね。これ何をどうするかでも本当本当迷った挙句に、はい、まあここにですね、断熱材プラス断熱材の上に石膏ボードを貼るつもりではいるんで、その石膏ボードを貼るためにビスを打つための間柱的な木を打ち込んでいこうかなって思います。はい、でまずちょっと断熱材外しますかね。はい、それで今回はですね、天井断熱をやりました。これはありえないけどね。まあ自分でも本読んでみて、天井だってな、内部外部、天井、屋根裏、壁、6つから、ちょっと今6つしか思い出せないけど、かなり断熱っていっぱいあるんですね。でまあ気密断熱と、もともとの建物の気密性が低いんで、こうなりましたね。はい、じゃあまあ一応こんな感じで切ったんで、まあ別に一本ちゃんと入らなくちゃいけないわけじゃなくて、ビスが打てる場所があればいいだけなんで、これで、やっていきます。まあそこに当てがる、まあ、1本ちゃんとすっきり収まるじゃなくて、こういう半端な材があるんで、まあ、ビスを3箇所ぐらい入ればいいから、その3本ぐらい、まあ、そういうのがあればいいので、これにちょっと下穴ですね、ちょっとビスが太くて穴開くんで、まあ、下穴をブスブスブスっとこのドリルビットで開けていきます。まあまあまあ、気密ですけれども、この家の背景として、まあ、なっていけれども、もともとは、小屋とか、まあ、隣が正解で、その正解の、社のオーナーがここにいたらしいですね。で、事業譲渡を誰かにして、それで、まあ、ここが事務所になって、ですけど、なんか、もともとの家がなんか住めなくなって、でその新築するまでにここに仮で住まなくちゃいけなかったんです。で、その時に、電気だったり、水道管だったり、トイレを後々増設して、まあ、平屋になったっていう感じです。なので、もう住むつもりがなかったから、まあ、1枚も断熱材がないですね。構造材用で家の枠を組んだら、鉄の波トタンを打ち付けたっていう、ほんとシンプルな家ですね、これ、家っていう小屋。はい、ですね、もうビス買ってくるの間違えましたね。まあちょっと、新しいビスも買いに行かなくちゃいけないんですけど、まあ一応、小屋面をちょっとあっちに打ち込みます。まあ、かなり場合急ぐんですけど、これ壁を剥がして、多分ここまで薄っぺらい壁だったら、剥がしても良かったかなとは思うんですけど、こっちの方がもう面倒だったんですよ。まあ、ちょっと圧迫感はありますけど、もともとの内装の壁、まあ、内装って言ってもこれ、レイヤーなんですよ、全部1枚の。なんで、その上に断熱で貼って、石膏ボードで蓋してくるみたいな感じでやってます。まあ、しかしまあクロス貼れます。やっぱ気配とかしっかりよりは作品ってすごいですね。誰でもできるんじゃないっていうことがありましたね。とにかく断熱材を貼ってさっきはついてね。はい、ですね、石膏ボードにビスが効かないんで、直に、石膏ボードを打っていきます。で今を気づいたんだけど、結局これは壁紙を貼るための、壁紙に石膏ボードをタッカーで打てればいいから、石膏ボードでしましまになったとしてもそれでいいよ。だから石膏ボードの一枚ものよりも端材がいっぱいあるから、ちょっとそれ適当に打ってきます。
金がない、そして知恵がないからこそ、まあ、素人の思いつきでやっていきますね。で、まあ、そんなに重たいものをぶら下げるわけじゃないんで、まあ、まあ、でも、まあ、問題としてまばしらがないんですよね。まばしらセンサーでやってみたんですけど、反応ないんですよ、ここの石膏ボード。だから、完璧にこうスカスカなところは、それ用にスカスカに作ってあるんで、まあどうしようかなっていう感じですね。だからまあ、クロス1枚と石膏ボード1センチのやつだから、まあ、まあ、ちょっとビスで頑張ってもらおうかなって感じですね。まあ、とにかくも各にも暑いんですよ。これ日当たりが良くてすごくいい場所なんですけど、暑いんですよ。屋根の断熱も天井断熱もしてないんで、まあ一応、かろうじて、断熱材引いたんですけど、まあ、屋根裏で断熱をできてないんですよ。だから屋根裏で断熱してないところの熱がまあ降りてくるんですよね、スワーって。だからまあこれ、どうしようかなって感じですよね。だから、まあ、結局やってみて分かったんですよ。これ初めて買った家だし、初めての断熱だし、初めての、まあ、全てが初めてですよね。まあ、全ての、なんでしょうね、家童貞、DIY 童貞じゃないですけど、それを捨てた感じですね。だからまあ、それを捨ててる最中なんで、まあ、いろいろ分かってきて、あの絶叫と発狂と絶望してますね。で今ここの書斎の部屋って一番こう屋根の角度がきつくて入れないんですよね。しかも竿天井だからやばいっす、マジで。もうベニヤ1枚でふわふわっとこう天井乗っかってるんで、まあさすがに85、6ある人間が乗ったら、まあ一瞬でズボって抜けますからね。そればっかりはちょっとこうできませんでした。まああとはね、肌荒れですかね。多分ネズミの糞とかを天井裏で吸ってるんでしょうね。で、あとウールでがチク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 するし。だからまあそれもあるのかなとは思います。まあとにかく、これは貼っていくことですね。バッチンバッチン。バッチンバッチンもバンバン、あの、要所要所だけ。こんなに一枚で、あの、するよりかは、タッカー打てるところをまあ、多少空気入ってもいいからやる感じっすね。ウール、底の下はウールなんで、とりあえずはまあ、体裁だけ、早く整えたいからこんな感じでやってます。いや、でもまあ、ウールといえど、やっぱ断熱材貼ると違うもんですね。まあ、何かっつったら、この、竿天井の、なんでしょうね、ベニヤの隙間がめちゃくちゃあるんですよ。だからその隙間から風が入ってくるし、でその隙間から風と天井裏のホコリが漏れなく入ってくるんですよ。でしかもここ天井裏の換気量がめちゃくちゃあるんで腐らないんですね。カビも一個も生えないし、だからまあめちゃくちゃ屋根裏の状態はいい物件ですね。築古なのに昭和46年築だでしたね。はい。今、売買契約書見てますけど。だからなかなかいいもんだと思います。そこだけはね。でもまあ、それ以上、家のスペックよりかは、こうやって、何も断熱材がない、ただのスカスカなとこだったから、ある意味、家を勉強する家としては、まあ、最高だと思いますね。水道管も、そんなに、入り組んでないし、電気のケーブルもしっかりですね。はい、まあおっさんですね。まあ自分のくしゃみをこうやって動画で客観的に見たら、まあおっさんですよね。それがショックでしたね。はい。まあまあまあ、この動画で見る限りひどいっすね。やっぱコルクタイルはね、剥がさない方が良かった。うん。でもまあいろいろやってみたいからやった結果こうなったって感じですね。でやっぱこのあそこの四角いところは蜂の巣があったからぶち抜いたし、なんかねどこにでも蜂が入ってくる家だったから、それが嫌でこうめちゃくちゃに外しまくった感じですね。まあしゃあないっすわ。いやー逆光だ、逆光。まあこんな感じでちらおちらやってます。まあ本日はここまでです。
はい、まあ、こんな感じでチラチラ頑張っているよい、頑張ってオープンします。